それでは群馬県立桐生高等学校乙女桜、よーいスタート。こんにちは、桐生高校乙女桜です。私たちはテーマのホームを考える中で、家も家族もふるさとも全てがホーム、つまり心のよりどころではないかと考えました。そして心のよりどころをイメージした作品を作りました。私たちの学校があるのは群馬県桐生市です。桐生といえば8月に行われる桐生八木節祭りが有名です。ご覧ください。矢倉の周りにこんなにも人が集まり、3日間八木節を踊り続けます。桐生市民だけでなく、毎年50万人以上の来場者、平成30年には62万人の来場者があったそうです。どうしてこんなにも人が集まるお祭りなのか調べてみました。まずは初心者でも気軽に踊れる八木節音頭。八木節の振り付けはとてもシンプルですぐに覚えられます。もっと言うと、笛や太鼓のリズムに合っていれば自由だそうです。形にとらわれない自由でウェルカムな心意気を持つ桐生市民。ガチコチから人を呼び、みんなで一緒に楽しもうという気さくな性格は、産業や文化を外部から取り入れ、かつて独自の経済発展を成し遂げたその気質が今も残っていると思われます。八木節祭りは桐生が誇る超参加型祭りと歌われています。ここ数年コロナの感染対策をしながら、伝統が続くよう工夫された開催が行われています。このお祭りは桐生市民だけでなく、他の地域の人々にとっても、この季節になると元気をもらいに帰りたくなる心のよりどころではないでしょうか。私たちはコロナが収束し、以前のような桐生八木節祭りが開催できる日を心待ちにしたい、そのような願いを込めて作品を作りました。赤いアンスリウムで人々の熱気を、ニューサイランで集う人々の連帯感を、オンシジウムで明るく陽気な感じを、ピリカムでお祭りの華やかさと人々の汗しぶきを表しました。楽しく自由に踊り跳ねる桐生八木節祭りのイメージを思い浮かべていただけたら嬉しいです。桐生の伝統と市民の粋な心、これからも大切にしていきたいと思っています。これで私たちの発表を終わりにします。ありがとうございました。